はい、おはようございます。わさびでございます。いや今日は目がトロンとしてますけど昨日ね、花火師さんとめっちゃ飲んだんで、ちょっともういきなり朝トイレスタートでしたけど、いや2日目はないです。あの人はあると思うけど、すごかったもん。だってもうベロベロになって、もう全然覚えてない。後半お金落として帰ってきてるしひどい話で、お金とか落とすと僕が取ったと思われるからさ、ほんと気をつけてくださいよ。もうモバイルバッテリーも落として、お金も落として、お財布はあったからね、ちゃんと持てよ帰り、ちゃんと持って帰れよっていろいろ言ったんだけど、それでも忘れ物して帰ってきたみたいなんでね、この後も飲み行きますかじゃはい、という、冗談を置いてきまして、今回はですね、赤ドンでプレイする、あ、赤ドンって先言っちゃダメなんで、ドン2で赤ドンでプレイする回でございます。私、レネよってですね、青ドンでやって、緑ドン初打ちここでやって、赤ドン取っときましたんで、今日も僕はまだ赤を一度もやったことがない状態で、この現場に立っております。赤ドンでやってみてどうなのか、実際ね、ホールで見るとそこそこ赤でやってる人いるなっていうイメージ。最後締めをですね、ドンツー3部作の締めを今日、あれ2戦2敗、勝ちますよ今日は2回分の負けをね、ガッと取り戻すぐらい、球も出せればなと思ってますんで、頑張っていきたいと思います。大丈夫ですか今日、喋れますか。ちょっと前半おとなしくしてる、ルルルルって言ってる昨日も夜はルルルルしか言ってなかったからね本当にひどかった、はい、じゃあ元気に今日もお待ちするっていきましょう。はい、はい、じゃあユニメモも入れましたんで、やりますか。今日は赤ドンでございます。もうリール面であったりとか、その辺に関してはそんなに新たにどうこうっていうのはないんですけど、まあでもあれだね、あれから連休中は全然打たなかったけど、あれからもちょこちょこっと打って思ったけど、やっぱりこの台はどんだけ打ってても飽きないね。面白い、うん、それはねもう本当にそう思う。でこれで赤も極めてっていうか、まあ赤も知って、まあこれからどれを選んでいくかで、また気分によって変えたりとかしていくんだなと思うと、まあ僕のドン2はまだ国境が終わって、こっからだね、こっから始まるんだなと思いますよ。うん、対応役とかもどれを選ぶかによって変わったりするみたいなんで、デカ花火とか多分赤が一番強いのかな、発展するしないでも変わるかもしれないんでね、変わるかもしれないとか変わるんで、ちょっと一概になんとも言えないし、今日全てのその対応役が綺麗に弾けるとも限らないんで、まあその辺はおいおい打ちながら。で赤ドンは多分消灯、いきなり消灯だけで量が出たりすると思うんで、本当それだけ気をつけないといけないなと思って今日打ちますけど、いや本当出ないね。なんか普通の弱いビリー系の発展もあんまり出ないですね。まあ、気のせいなのかたまたまなのかどうなのかして分かんないですけど、今のところは全然出ないイメージですね。うん、まあサクサク当ててきましょう。そしてね、私ね、一つ変わったのが、ついこの間ついにこの台の高設定を打ったんですよ。設定も当てましたけど、ただ変わんねえなと思ったのは負けたことですね。答え合わせがある番組で、閉店後にね、設定を聞いて答え合わせをしていきましょうという番組だったんですけど、私設定5をつかみまして、でね、その右の台がですね、まあ朝から恐ろしいぐらい当たって、ビッグもレギュラーもバンバン出て、もう俺帰る頃には4000枚ぐらい出たのかな、すげえ出るなーっつって言ってたんだけど、まあビッグ中が下手でね、全然蝶々さんとかも見れないわけですよ。でまあ俺でもこんな20回ぐらいビッグ隣が引いてる間に見かけた蝶3回なんだけどみたいな感じで、
あの台本当にいいのかな。俺は座って一発目1000円で引いたビッグの1回目のビタ押しできないビリが出たんですよ、うん、でまあ2以上は確定して、でまあそっからもビリーをなんと3回出すというですね、ある意味引き弱なんでかと言いますと、ビッグ中の、ビタ押し成功時のビリー出現率 0.24% 花火絵柄あるでしょ、56がほぼ確定するやつ、あれの出現率も 0.24% なんです。だから 0.24% を3回引いて全部ビリーだったっていう。だからそう考えたら2なのかなとかもちょっと思ってたんです。あの負けてるしビッグもレギュラーも結局1位下でした。ただ子役が 6.8 で安定したこととビリー3回引いたことで5と予想して、で隣バンバン出てたんですけど、すげえ出てたやつ、僕の予想は2だったんですよ。当たってそれも予想2、4000枚出てるけど予想2正解、僕の負けた台、350枚ぐらい負けたんだけど、おお、いい組み合わせじゃない。観葉植物赤田の得意武器です。え、あっさりしてんなおう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 、攻撃されて倒れましたけど、ってことは外れってこと。どう楽しんだらいいのダメだよねこれね。チェリー風鈴チェリーの時は7はここか、ここかだよね。あれあれ違った、チェリー風鈴チェリーの時は7はここでいいのか。それいつも忘れちゃうんだよ。チェリーリプレイチェリーの時は7はどことか、でドンちゃんだったらこことか、風鈴がここってことは風鈴でここを7だと置き換えると7ここで OK かなのか。あ、そうか、一着になるから OK か。あ、じゃあやっぱさっきのドンちゃんがやられた回で入ってたっぽい。さあレギュラー、あ、違った、次のゲームでたまたま当たったの。すごくない、これどういう引きしてんの本当。そう、何の話してたんだっけ。あ、そうか、ドンツーか、うん、どうだからね、5で出なかったこともまあダークロスっぽいななんて思いながら、だって本当に当たんなかったっすよ。朝1000円でビッグ当たったんだよ。でそこから4連チャンぐらいしたんだけど、まあ、それが飲み込まれるハマりが来て、その中ハマりが連続して、で挙句最終的にはビッグもレギュラーも1位か、まあ、350枚しかマイナスにならなかったのはコイン持ちのおかげ。そう考えると、まあ、確かに優秀ではあるんだけど、ただまあいかれず当たんねえなと。ただねビッグ中ビリー3回出たらまあいいですよ、それはもう1回出たら一緒だからいいんですけど、超ね、超がですねなんと 20% 近く出まして、6以上に出たわけですよ。6で 12.5%、5で 10. 何パーだ、 11% ぐらいだったかな。あのそこだけはかなりやっぱり役に立つ要素かもしれない。そう考えるとやっぱ隣の人が全然ビッタ押しができてなかったのを見れなかったのは、彼にとっては4000枚出てるから幸運であるけれども、あのちゃんと推測したい推測者にとっては不運というか、やっぱり痛い出来事なわけですよね。うん、だからビタ押し、ビクチのビタ押しはこの台は枚数の得損こそないまでも非常にでかい重要な、要素だなということが分かったんです。花火さんがあの昨日落としたお金を取り戻さないといけないんで、デュエルドラゴンが待ってるよ。デュエルドラゴン、どうしようかなと思ったんですけど、ずっとゼロなんですよね、うん、ああそろそろ1にしてあげないと。みんな今日全然当たってないな。おっ攻撃したぞ、え、あ攻撃したらじゃああれか、氷なのか、コリコビ倒しよ。普通なら2角、ただし僕はだいぶ滑らせました。でも当たる、
あ、だんだんっていう流れか。なるほどね。 OK OK。 ちょうちんどうよ。60回。え、え、350ゲームで60回なんですけど、ちょうちん積もったかもよそんな簡単じゃないと思うんですけど。嘘、最近はドンツは打ってない。いや、打ってますよ。打ってる。ただ、まあ、頻度はやっぱ少ないですね。まあね。お、これ避けるやつじゃねえ。よし、倒れろよ。 KO って言えよ。これ倒れないと絶対反撃されるってこと。仕事もしなかったよ。お、え、斜め。嘘でしょ。赤ドンのいいとこってあのエースがチェリーもフリーもないから、あのどこでも押せるんだよね。氷さえ取れるとこであれば。まあ唯一いけないのはここか。この単独ドンちゃんの上のチェリーを枠内に押しちゃうと、まあ、下段に押してれば大丈夫かもしれないけど危ないよね。ここは氷こぼし、そういうとこは押せる。3連ドンちゃんをいきなり狙いに行くこともできるっていうのが、まあこの赤ドンのいいところだ。だから僕ももうそこそこ打ってますけど、いまだにリーチ目コレクションが55ぐらいしかないんですよ。だからこの赤ドンの時に、ああリーチ目コレクションを増やしていかなきゃいけないんだけど、当たんなきゃ増えないよね。ええ、いや、ドンちゃんもね、僕の勝手でね、このドンツーもほらこうやって全ドンちゃんとはいえ3回やらせてもらってるわけじゃないですか。そりゃあね、毎回こんなぐだぐだ喋ってるだけになっちゃってますけど、もうちょっと当たったりとかさ、おお、こんな6号機もこんな出るんだみたいなね、そういったとこも見せていかないといけないわけですから、他の動画をご覧ください何にも気なすぎて話すことないじゃんよ。でも、あ、もう472もいってる。俺全然データ見てなかったんだけど。困ったもんだね。おい、100 6.3分の1。やるしかねえじゃん。やばいっしょ。めちゃめちゃすごいじゃない。量は全然取れてないけどね。そんなんでもないんだけど、ぶっちぎりじゃない。あ、やば、やっちゃった。斜めだったの、どっちいや、僕のイメージでは氷こぼした時ってバーここに止まるんですけど、ただ結局最終最後に押しに行ったやつが斜めでしたよみたいなの示唆されると、で、これ確かコースローと1万円か確かあったと思うんだよね。ほら、だからそれを否定してるんで、ダメダメダメ。ああ、分かんない分かんない、まだまだ分かんない。ダメじゃん、ダメだろ。ああ、こぼした上に、もう、ああいうのがあるんでね、気をつけなきゃいけないね。次は取り木かな。あ、なんかまだ他にもあったっけ店。ああ、そっか。おー、でか花火だ。発展した。ここはもう当てたいな。おい、でも三尺持ってんだけど、これデカ花火で風鈴揃って三尺持ってポテって倒れちゃうやつじゃないの。そんなことある。バー下段に押そう。おお、ずれたずれた。さすがにこれ渡るだろ。ここはリプレイならリーチ目、あ、違うか、それここが、ドンちゃん枠上。
あれ、溶断だ。これ外れ目ですね。当たってないでも。でも入れた。まあ、え？デカ花火外れあんの？出目も外れなんだよね。ああ、大丈夫。リプレイで。ああ、二角だ。すごいね。地味さがすごいね。あ、勝つときはどうやって勝つんだ。 OK OK。 あ、それ落ちた。あれ、え、こんなの出てた。俺気づいてないじゃん、単純に。いや、これリーチ目ですよ。それは分かるんだけど、俺単純に気づいてないよ、喋ってて。さあ、ようやく当たったんだけど、化けでした。ただ、エースなしでリーチ目が出ていて、私は気づいてなかったので、まあ、見逃しちゃったんで、まあ、ちょっと気をつけよう。まあ、そんな当たり方をよくするということかもしれない。いや、赤ドンが一番面白いのかな、意外とバランス的にはね。え、ありえるかも。お、いきなり攻撃してるよ。氷パターン。消灯しないんだね。あれ、うわ、あ、こういう感じなんだ。ビッグでお願いします。んー、あ、お、よかった。こないだ半日打ってミス1回しかしなかったよ、これ。そういえばビッグ中なので、今日もちゃんとやろうか。で、あとはあれね、この RT 中の外れね、 5. 何分の1から 4. 何分の1くらいだっけ。この間5打った時はね、 3. 何分の1だったよ。高設定の方が外れが出ねえんじゃないかなんて思ってた回も、打ってた回でね、動画とかで打った回の時にあったぐらいだから、ってことはよっぽど低設定でただ出ただけっていう。いい証明になったなと思って、だから今まで本当に1と2しか打ってなかったなと思うよ、この台。数字見れば見るほど。はい、じゃあ張り切っていきましょう。ようやくね、あの喧嘩で当たってくれましたね、うん、あれもあの成立ゲームを見るまでもなくね、1枚役は取れたんで、まあそこが当たりん。3本つけてる。ああ、おお、外れた。びっくりした。おお、ナイスビッグ、助かる。でもね、いつもね、星とスマイルは1対1になっていくんだよね。お、出ちゃった。ビストさん、なんでいないの、なんでいないの。僕の中で今、今日設定6がほぼ確定した瞬間でしたよ。5-6、5-6がほぼ確定した瞬間でしたよ。しかもこのスマイルの寄り方、うわー、やった、初めて見れた。俺もずっと見れないんじゃないかと思ってたもん、この機種。うわー、あんま思いじゃ言えねえけど、めっちゃ嬉しい。もうカウントしなくていいよぐらいの。やっぱシグマさんすげえな。
使うね、いつもあっちの花火アレックス、バーサスあっちも盛り上がってるけど、ミスカップ盛り上がってるけど、ドンツーまで。じゃあ隣のデュエルドラゴンもまであるよ。いやびっくりしたな、いやびっくりしたわ。あーでも一度も見たことないっていう人にならなくてよかった。もう今日もうそれだけで結構満足したわ。でもだったらもうちょっと当たっててもいいんじゃん。序盤なんだろうな、ハマリはね。本当に相変わらず病気ですねこれね。花火ストさんの目の前で花火を出したかったね。花火ストさんの目の前でわさびが花火を出したかったね。僕の今ビック引いたんだけど、はい、ビック中聞こえてなかったよね。なんかうっすら聞こえてはいたんですけど、うん、なんかあったのかなって。うん、じゃあ教えない。なんかもう子役カウントしないでいいやみたいなことをおっしゃってるのは聞こえたんですけどブツブツそこら辺が聞こえてて花火が出ちゃったんですよ。え、あの 花火の花火。はいはいはい、ロゴが出ました。おお、すげえ、見たかった。内緒だよ、内緒、こっそり喜んどいたから。見てる人がどんちゃん打ちたいなと思ってくれる展開をお願いしたいよね、本当にね、単純に。うお、めっちゃ決まって攻撃してるよ。おお、これ今後からやられるやつ、これビタなんでどういうのがリーチ目だろう。すげえ滑ってきた。ゲチェナ狙ったんだけどね。おお、さすがにいるわ。しかもドンビック臭いね。ね、ドン滑ってきたからね。よしよし、あー面白いじゃん。おい、さあそろそろパキパキっと僕も連チャンしたいな。何も贅沢は言ってないと思うぞ。まあなんか赤ドン支持者が多いのはなんかわかる気がするね。楽しいし煩わしさ少ないのかもしれないね。まあたまに量やっちゃったってなるかもしれないけど、まあそれはどのドンでやってても同じだしね。やっちゃうときはやっちゃうし。あー飯食ってきたんだけども、後半は当たってほしいね。とにかくリプレイ発展を見ないことには一回もしないってひどいよね。当たらないじゃなくて発展しない。しんどいねでも後半だって姿だったから、これは何かがこう変わる予感。よくなんとか立ってるよねこの確率で。ほんとそれだよ。昔はねこの音楽の中見倒ししてたんだよね。だから結構なんか焦らされる感じあったんだよね。入国期の頃はこれが500ゲーム3回目の500ゲームだったんで、その時に中身ヒットしてこうなったら14枚取ってっていうのやつだった氷か。ボーナスだって氷否定してリプレイオーバーボーナスになったから、あの
よしナイス、これはでかい。アルティチュードの リプレイの時は演出出ないんで、多分絶対。よかったよかった、とりあえずは勉強してくれたのはありがたいです。さあここから本領発揮してほしいですね、マジで。この台が台として、高設定としての今日はさ、どんちゃんさ、花火先生が二日酔いで言葉数が少ないから当たってくんないとさ、ねえ。そうですね、本当は申し訳ないの一言ですよ。ちゃんぽん食ったけど、まだ全然ダメっすね、全然ダメ。もう休憩してきな、あ、また発展しない。今度は B かな。お、こうやってだいたいね、重複抜けやっぱリーチが出るんだよね。音変えられたい。ようやく。さあついに来るか。わあ来た、ほらようやく来たよ、初です。何やろう、まあオーソドックスに行こうか。うわ弱いな、いやわかんねえ。当たった当たった。おう、あ、なんだろう。いやーよかった、初リプレイ8点渡ってくれましたね。 50% ぐらい当たるらしい。スケボーやってみる？そういえばねえ、うん、この間ハマっちゃったけど、いやそんなの別に本当のところは気にしてないから。ただ本当ショートに気をつけないといけないから、会話がいっぱいあるときにやった方がいいね、でもね。まあ一回スケボーにもしちゃいましたからね、うん、まあ、とりあえずちょっと100ゲームぐらいはやるよ。僕このスケボー状態でリプレイチョーク引いたことももちろんあるんだけど、しだれ柳が出て次元に持ち越せるから楽しみだよ。全然しない。ちょうちんの消灯とかもねあるんだけど全然しない。あるんだよ、あれ、ダメ、ほら行った、ね、あれこれダメって言ったやつが当たりです。だからな、もう打ち込んで打ち込んでって言ったらスケボーばっかりやってるかも俺。花火より面白い花火ですよ、要は多分花火よりいろんなところを捨ててはるかに面白い花火、そういう感じになるんですか。お、左柳出たよ。ショートしないか。お、風鈴か。もう一丁、もう一丁。よっしゃ、すごくないこの流れ、何も言わないかんね。素晴らしいね、面白いね。
何も言わない。あ、こぼしたかも。第二でキンキンだし、これこの上って氷あるっけないっけ、まだっけ、まだそこまで覚えてないよ。あ、この上バーだね。いや、完全にダメっぽいね。ただバーもやっぱここに来るんだけどね、こぼした時ね。お、これは大丈夫だ。おい、嬉しいな、これ最高じゃない。めっちゃやりたくなったでしょ。うん、うん、僕あのバーゲなんから氷こぼしたことあるんだけど、氷やっぱりバー冗談来るんだよね、大体。で、届く範囲だったからひょっとして当たるかなと思ったら当たりましたね。ピューンって言ったのけど。お、ショートしたぜ、お兄さん。よし、時代来たよ、時代が。ようやくあのリプレイでも当たるようになってた。おう、当たったよ。何も言わないもんね。いや、これ面白いよ、スケボー。絶対映像上面白くないかもしれないけど、相当面白いと思うわ。やっぱドンツのリーチ目いいな。さあ、100ゲーム行ってみたんで、そろそろなんかまた赤ドンでもやるかい、ね、やりたいんだけどね、俺は。俺楽しいから。でもまあ見た目の問題。おかしくないですか、これ。チェリー A だよね。チェリー A でしだれ柳って出る。パラ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 だった。 B は出るけど、で、花火もチェリー A の形でしだれ柳出ると重複確定って知ってた。これリーチ目、これもう一個落ちちゃったリーチ目なんだけど、ほら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 、もう矛盾した。ほらね、おかしかったでしょ今の気づき方。すごい良くない、ほら。いや、今のいいな。なんかだんだんこの台に慣れてきたから気づいた感じより、一番あの気づき方だよね。なくないって、A の形でしだれ柳なくないって、いい気づき方だったよ、本当に。レギュラーばっかだけど頑張ってくれてね、ありがたいありがたい。レギュラーの価値がでかいから、前も言ったけど、この台は。うん、どんちゃん喧嘩してなこうしたら面白いかもしれん。やってみたい、やってみたいぞ。だって外れと氷がまず第一指定して同型なんだよね。バーゲダに押せ、バーゲダに押せば。そう、お、出た出た。じゃあまあ弱いね、パターン的には。でもこれでも一応まだまくれるじゃん。ああ、でもこれはこうなったわけよね。一応やれたけど、なんか盛り上がんない盛り上がんない感じの。ああ、めっちゃ負けしちゃった。おう、まさか外れるかもね。そろそろ、
お化け。まあいいや、パターンタイプ全然いい。すっごい化けでしのぐよね。もうとっくにサンダラなんかなくなってもおかしくないもんね。よし、おっ、これ目押し正確だったら氷じゃないんだよ。正確だったらバーゲナに押せてれば氷だったら、氷ここだから。ほら、だから一角だったんだよ。でもレギュラーの子だと思うな。うわ、ピックだった、やった、めっちゃ嬉しいなこれ。今の良かったね。あ、ただあれ、バーをちょっとずれて押してるとあそこから氷に揃ったりするんで、今のがピッタでバーがちゃんと乗せてれば一角。お、3本いった。おお、いきなり強くた。もう一丁。あー、これは分かんないやつだ。あー、氷テンパってる。これはピンチです。うお、外れた。すげえ、この形からも外れるからいいよね。よし、あれ、目押しミスったみたい。さあ、じゃあトイレ行ってた分の時間使ってちょっと打って、ビルがいいとこで終わりますか。閉店まで打ちたい。この間隣の台でマリンバトル聞いたよ。それで RT 終了、もう1ゲーム目。てて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 て、マリンバトルとか懐かしいなと思って。中押しみんなやってましたよね。不行なプラム、ギョ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 ルギョダンギョなんだっけ、うん、ギョルギョダンギョルなんだっけ、魚雷7。すげえつまんねえんだあれ、中押しすると。僕は否定派でしたね。完全にそれ待ちになりますから。それだけだから。まあでもどうやって押しててもそれだけなんだけどね。ただ他のところをちゃんと狙えば、もっと楽しく打てるんだけど、一番楽な方法が一番つまらない方法っていうね。一枚夜行はビッグっていう、それだけだもんね。うん、それしかないんだもん。延々それを待つね。レギュラーもないから本当に延々それを待つだけだもんね。だいぶ見倒せるようになってきたんで、あれなんで止まんないんだろうね。僕普段押してる見倒しよりも 0.5 コマぐらい遅めに押してるんですよ、レギュラー中だけ。そうすると止まる。だからね、多分レギュラー中の見ただけかなりぴったりじゃなきゃダメっぽいんですよ。おー、マジか。やっぱ赤丼の方がマッスルになるやつもだいぶ当たりに結びつくよね。うん、そうだね。上海だ。カンストしたいね、せっかくだから。カーストってこの番組でしたっけ？してない？俺したことあるんだよ、2回ある。これカーストさせて、この3回にわたるドン数編を
綺麗に締めたいね。これとグランシェルのビッグチューの曲は本当に変な曲だなと思って。よし、残り1、残り1は球を渡す方が、いやー A だ。さあ、いやー楽しかったね。でもね、いやー序盤のハマりあったけど、やっぱりあんだけのコイン持ちで耐えてもらえると、でもそれでも13も入ったけどね。はい、総プレス2904ゲーム、アカドンプレス2410ゲーム、特殊プレスが494ゲーム、総ボーナス23回は126分の1、合算ビッグ12回は242分の1、レギュラー11回で264分の1で、提灯 A が370回、 7.8分の1、提灯 B が67回、 43.3分の1、合算すると、まあ、だいぶいいでしょうね。計算してここに出しておくと、で両 A が145分の1、20回で、両 B が4回で726分の1、かなり引いたね、倍ぐらい引いた。チェリー A が196回で 14.8 分の1、チェリー B が290分の1 で10回で、ビッグチューの複合薬、星が20回、スマイル21回、蝶が10回で、花火が1回ですね。で、RT 中の外れ、4.8 分の1は多分ぴったり6ぐらいですかね、はい、というわけで、まあ、僕の予想は多分6だと思うんですけど、まあ、この花火のなんだろうロゴが出なくて、まあ、どのぐらい粘れたかっていうところは、まあちょっとね考えた方がいいかなと思うんですけど、まあ、普通に考えてあんだけの確率で提灯引いてれば、まあ、引いてやめることなく花火がなくてもこれ6なんじゃねって思いながら今でも打てたんじゃないかなと思っております。はい、じゃあまあとりあえずまとめは、エンディングで。はい、というわけで、柔道のですね腹下しと花火さんの二日酔いの中をお届けした人生でしたけれども赤丼はね結構酔っ払って戦ってますからね、ちょうどいい人生だったんじゃないかなと思います。まさかまさかの花火ロゴですよ。そして、子役もよく、ボーナスも、最終的にはしっかりやったり、序盤ねすごかったですけどね、1150ゲームぐらい回した時点でまだ2の2とかそういう感じだったんで、そう考えるとやっぱ当たる当たんないじゃないの相変わらずだなというふうには、まあ前回よそで言ったね5と、そして今回落ち着いて6とで、まあ思いましたけど、まあでも結果的にはあの恋持ちに助けられて、あの1回食いついてからは追加投資せずにですね、繋がってくれたんで良かったかなと思います。僕はもうちょいそれぞれのドンを打ったら多分スケボーだらけになるんじゃないかなっていう予感がしてます。完全リーチ目マシンになるね、スケボーはちょっとしたフラッシュと、まあ、不発含めたねフラッシュで、要はチャンスフラッシュは出るだけですからほぼ、なので、まあ、消灯なしで、まあ、氷がないっていうのは、まあ、一つだけ法則があるんでしょうけど、それ以外はほとんど法則なしでね打てますから、完全に気に入りましたね。まあちょっとね、あの花のウエストさんからもさっき聞きましたけど、その青丼の回、一番最初にね打った時の回から、含めると、まあなんかコメントでいただいてたのが、まあちょっと出るのが早かったんじゃないかみたいな。確かに僕はもうそれは思いますね。完成度が高いんですよ、高すぎる。正直ノーマルとしての完成度は高すぎるんですけど、ただまだみんな、200枚ビッグだったり短い RT だったりコイン持ちが良かったりっていう、その6号機ノーマルの特性に慣れてない時点であの完成度の高い台を出しちゃうと確かにもったいないことになるのかもしれないですけど、まあただね、まあこんだけこう3回にわたって打ちましたから、できれば皆さんにもですねガッツリ打っていただいて楽しさ、覚えていただければなと思います。そしてまあこれをよく言うことなんですけど、みんなで設定入れる環境を作るべきだなと思いますんで、ぜひドンツーこれからもよろしくお願いしますだし、僕も打ち続けたいと思います、条件がある限りは。はい、次回あたりはあれですかね、これ今日打とうかなっていうのはあんまり決めずに立ち回ってみようかなっていうのも含めて、やってみたいなっていうのもありますけど、ただ
ちょっとまだスケジュール確認してないんだけど、次回の収録その後どっかに行かなきゃいけないんだったらそれもねちょっとなんか中途半端になっちゃいそうなんで、まあ、それにちょっと折り合いつけて、まあ、どうするか考えたいなと思いますけど、まあ、ただったらねこのその1決勝打ってどういう台だな、面白いな面白くないなだけじゃなくて、まああのせっかくこんだけねあの設定状況の良いホールさんなんで、そんな中でねいい台悪い台見つけながらこう動いていくシーンなんかもまああってもいいかなと、またディスカップの時みたいにちょっと長めでもいいかなと思ったりしてますんで、またそんな回を楽しみにしていただければと思います。それではドンツー3戦連続でしたけども、非常に楽しくわがままに打たせていただきましたまたこんな機会があるかと思いますがまた次回も楽しみにしていただければと思います。それではお疲れ様でした。